皆さんごきげんよう。エレキチェロ奏者の斉藤幸太郎です。エレキチェロによるエフェクター検証。なんとね、今回でね、ボリューム30。30代目まで来ましたね。まあ、30、記念すべき30は、もうこのエフェクターしかないでしょう。ボスのですね、パワードライバー、PW2。こちらを検証していきたいと思います。使用する楽器はいつもと同じく NS デザインの WAV の5弦。これでアウトは Zoom の G3XN の、アンプシミュレートで、検証したいと思います。でね、もうね、見てるだけでちょっとテンションが上がってしまう。このね、パワードライバーはね、ボス史上最も短命だったエフェクター。に君臨されてます。でね、生産期間がね、9ヶ月。それで、4年かかったのかな、全部。売り切るまでに、廃盤になるまでに。というね、輝かしい成績をお持ちのね、パワードライバーなんですよ。これね、まあ、なんていうかね、ね、前に、20回記念の時、あと、10回記念の時、ポスが登場したかな。ポスもね、マニアなら持ってた方がいいって言ったんですけどもね。まあ、このパワードライバーもね、マニアならね、1台持ってたらちょっとマニアの仲間入りかなっていう、ペダルですね。で、まあ、何がおかしい、いけないかって言い方したらあれですけど、レベル、まあ、先に、ドライブ、まあ、レベルですね。ドライブ、歪み。でね、パワードライバーでしょ？これね、ファットなんだよね。で、こっちマッスル。もうね、見慣れちゃったからもうこれだけではもうゲラゲラ笑うこともないですけど、ファットとマッスル。というのがね、やっぱ、売れなかった原因なのかなっていう。で、まあ、ちょっといろんな人のを読んでたら、なんかね、まあ、使い方によっちゃ悪くないんじゃねえかいっていうのは書いてあったんですけど、実際ね、この間ね、テレキャス、まあ、安いテレキャスですけど、テレキャスを JC につないで、で、このパワードライバーつないだの、結構ね、いい音してた。意外にね、いい仕事してましたよ、このパワードライバー。なので、まあちょっと僕が、いろいろ調べた記事が本当にそうなのかどうかの検証をちょっと今日はしたいんですね。なので、まずはクリーントーン。じゃあちょっと分かりやすくね、ファット、太ってる。ああ、もうね、やっぱ相変わらずデブるんだよな。おお。
が膨らむ感じなのかな、冷静に言えばね。まあ、分かりやすいデブル、デブル、本当にファットでしたね。じゃあ、このマッスルを前回。あおなるほど。おおおおおあれからずやっぱ面白いや。やっぱ今日もう何回も触ってっから大丈夫かと思ったけどやっぱダメだ。なんかね筋肉だわこれやっぱ。あーこれ開発した人偉いな。なんかねマッスルだねマッスルだ。今更ながらなんですけどドライブって書いてあるから多分ねパワードライバーはあのオーバードライブのくくりに入るんじゃないのかな。うん、それでこのファットとマッスルを表現するにはディストーションだとその表現がしづらかったんじゃないのかな。だからこれぐらいの割となんかカリッとしたようなゴリッと歪まないぐらいのドライブだからやっぱこの設計者はねやっぱりねねネットで調べて出てこないのかな。パワードライバーを設計した人とかって、僕ね個人的にすごくねその時の話聞いてみたいっすね。絶対いるはずなんだよね。これ悪くないよ。やったかもしれないけど格闘技に例えるんだったらお相撲さんの要素総合格闘家の要素って感じでしょ。まあ、総合格闘家っていうか、まあ、階級が決まってる競技、まあ、ボクシングでもキックボクシングでもムエタイでもな感じよね。だからこれをトータルでミックスさせるとプロレスラーになるみたいな感じじゃないですか。うん、あら。なんかね、センターのバランスが、すごい愛を感じるね。なんつうんだろう。なんか一番まとまってるっていうか。だからこれでね、今ね、130キロぐらいのプロレスラーみたいな感じ。やっぱ低音はね、前回のベースオーバードライブが一番しっかり歪みましたね。かな、ドラゴンゲートの選手みたいな感じっていうのかな。ちょっと体引き締まってる。でもやっぱイメージはプロレスだな。
ごいね、マニアックなことをやるとね、これで100キロ、100キロにしましょうか。ね、でこれで103キロの新日本プロレスな感じ。IWGP の規定が確か103キロからヘビーだったんでね。でこれで105キロの PWF 認定の全日本プロレスのヘビー級みたいな。ちょっと新日本プロレスに戻そうか。そうですね、あのファットを上げるとちょっとあのね、受け身が上手になる感じがしますね、うん、受け身と、そうですね、うん、でマッスル上げると打撃がちょっと強くなるっていうか、うん、まあそんな感じですかね。いや相変わらずちょっとさすがですよ、パワードライバーで。このパワードライバーね、僕も何年か前に、まあさっきのラジオ配信の時にこれ購入したんですけれども、その時ねそんな高くなかったけど、今ね1万円超えてますね。もちろん現行モデルじゃないんで、オークションとかメルカリとかなっちゃうんですけど、なんかねそっちでね、この間楽器屋さんで1万5000円で見ましたね、うん、だからちょっとねこのパワードライバーね、これから値段が上がるかどうかわかんないですけど、欲しいなって方は早めに買っといた方がいいかもしれないですね、うん、これはね、で僕がちょっと試そうかなって思ってたのはね、どうもねこのパワードライバーは良くも悪くも素直だっていう話らしいのね、うん、でね例えば歪ました方が分かりやすいんだよな、これ弱い音ね、感があまりないから暴れやすいみたいなこと書いてあったんですけど、まあ確かに言われてみればって感じで、ちょっと弱い音出した時に、うん、やっぱちょっとおとなしい歪みになってくれて、強い音出したらグッとこう暴れん坊が出てくる感じ。でもコンプ感はありますよ、うん、しっかりなんかグッと抑え込まれる感じが、うん、だからその抑え込まれる感じが、まあそうですね、体固めな感じでしたね。うん、まあそんな感じですかね、うん、30回、まあ後半戦に入ってきますけどね、うん、じゃ30代は僕は所有してたっていうことになるのか、これでね、うん、まあもう30回記念はもうこのペダルしかないよね、ほんとボス史上最もまあ最も生産されなく、売るのに時間がかかったナンバーワンのペダルですね。まあもっと詳しく知りたい方はいろいろググってみてください。
今日のゲストはパワードライバー PW2。PWF に似てるな。まあいいや パワードライバーでした。ご視聴ありがとうございました。またねー。